皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズの村上敦です。今日の動画のテーマはまだ洗車で悩んでるの？ということでお送りしていきます。愛車をきれいに長く保ちたいということで、皆さんいろんな洗車方法を試されていると思います。悩んでる人多いと思います。でもこの動画を見終わるときにはその悩みは全部解消されて、車を簡単にきれいに長く保てるようになります。ぜひ最後までご覧ください。じゃあ今日は5つのポイントについてお話ししていきます。この5つを解消すれば車は長くきれいに保てます。僕の車はもうすぐ7年になるんですけど、未だにめちゃくちゃきれいなんです。屋外保管なんですよ。全国から車をきれいにする仕事をしているプロの方々が何人も僕の会社にいらっしゃいますが、皆さん僕の車を見るとなんでこんなにきれいなの？とおっしゃいます。なので実際間もなく7年になる自分の車をきれいに保てている僕がやっている5つの問題の解消方法をお伝えします。5つ最初に言っちゃいますね。1つ目が車体をゴシゴシ擦らない。2つ目が車体を硬いもので擦らない。3つ目が砂がついた状態で擦らない。4つ目が洗車の時に水道水を乾かさない。5つ目がむやみにコーティングやワックスを塗らない。じゃあ1つずつ解説していきます。1つ目の車体をゴシゴシ擦らない。車って洗車傷が目立ちますよね。黒とか濃い色の車だとなおさらです。太陽の光とか夜の街灯とか強い光が当たった時に車にサワサワサワという洗車傷が見えますよね。あの原因なんですけど、まずね、一番はゴシゴシ擦るからなんですね。なんか小学校の時のお掃除とか、みんなこうゴシ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 ね、擦ってきれいにするっていう習慣がついてるので、ついついみんなゴシゴシやっちゃうんですよ。汚れ落とそうと思ったらスポンジでゴシゴシ洗っちゃうんですけど、ゴシゴシしないということです。優しく洗えば大丈夫です。優しくってどれぐらい優しく洗うかってことなんですけど、 500g ぐらいです。測ってみたら、あの料理に使ったりする測りがある方はぜひね、その上にこう手を乗せて 500g 測ってみてください。結構弱い力です。側面の時はね、いいんです。ここ 500g で押せばいいんですけど、上の面ですね、上を向いてる面を洗う時って手の重さを全部乗せるとそれだけで 500g 超えてます。 1kg くらいになっちゃいます。さらにこう押すからもう 1. 何 kg とかすごい力かかっちゃうんですけど、 500g ってことはもう手の重さも乗せないぐらいの、すごく優しい力です。とにかくですね、 500g ぐらいの力で優しく洗えばゴシゴシしないで済みます。2つ目、車体を硬いもので擦らないってことなんですけれども、わざわざね、車を硬いもので擦る人はいないと思うんですが、意外と硬いもので擦っちゃってるんです。じゃあ柔らかいものって何なのってことですけれども、スポンジが一番です。洗車の時はスポンジです。スポンジもいろいろありますけれども、柔らかいスポンジを選んでください。そして水の拭き取りの時に一番いいのはマイクロファイバークロスです。マイクロファイバークロスもいろいろありますけれども、なるべく柔らかいものを選んでください。洗車の時に羊毛のムートンを使う人とかですね、まあ、ブラシで洗う人とか、拭き上げの時に綿のタオルで拭く人とかいらっしゃいますけど、あれは全部こうふわふわしてて柔らかそうに感じますけれども、素材自体は硬いものです。ふわふわと柔らかいは違いますので、間違わないようにしてください。まあ、ふわふわとはちょっと違うんですけど、例えば紙って柔らかいですよね。こうくしゃくしゃにした紙とかはこう柔らかいですけど、紙って手切れちゃったりしますよね。なので例えば紙っていうのは木の繊維でできてますので、紙自体は硬いんですよ。なのでムートも同じでですね、羊毛って実は硬かったりするんですね。綿のタオルも綿って実は硬かったりします。なので柔らかいものといえば、洗車はスポンジ、拭き上げはマイクロファイバークロスが今のベストだと思います。スポンジやマイクロファイバークロスでもいろんな種類がありますが、ビューティフルカーズ、私が運営している洗車のお店なんですけれども、ビューティフルカーズのオンラインショップでも洗車スポンジとマイクロファイバークロス販売してます。もちろん柔らかいものを販売してますので、もし選ぶのが難しいという方はぜひご利用ください。
3つ目、砂がついた状態でこすらないということです。砂というのは小さな石の粒なので、それをそのままこするとヤスリをかけたみたいな感じで塗装面にどんどん細かい傷がついていってしまいます。砂がついた状態ではわざわざこすらないよって人多いかと思いますけれども、例えば洗車の前で車は砂ぼこりかぶってるんですよ。泥とかも小さな、砂ぼこりみたいなものですからね。その状態でいきなりこう手で触るとか拭くとか、そういうことをすると砂でこすってるってことになります。じゃあどうすればいいかってことですけれども、十分に水をかけて、散水用のシャワーになるノズルがついているホースをお持ちの方はそれで十分な量の水をかけてあげてください。高圧洗浄機をお持ちの方は高圧洗浄機で十分に水をかけてあげてください。それで砂ぼこりはだいぶ落ちます。完全には落ちないんですけれども、濡れてよく滑る状態で、そしてさっき言った柔らかいスポンジに、カーシャンプーでよく滑る状態にして、優しく 500g くらいの力で優しく撫でるように洗ってあげると、その砂をこすりつけることがないのでほとんど傷がつかなくなります。ちなみにですね、ビューティフルカーズのスポンジはですね、細かい切れ目が入っていて、その切れ目の中に砂がどんどん取り込まれるようになってますので、塗装面とスポンジの間に砂が挟まって傷をつけるという心配がとても少なくなるように工夫されているスポンジです。その他、市販の洗車スポンジでも傷つきやすいものとしては、発泡が大きめで穴がこう大きめに開いているスポンジですと、その中に砂が入っていくので、なんか目が詰まっているスポンジよりは発泡しているスポンジの方が傷がつきにくいです。ただ柔らかさということでは、目の細かいスポンジの方が柔らかいんで、どっちを取るかになるんですけど、ビューティフルカーズのスポンジは目の細かい柔らかいスポンジに切れ込みを入れて、そこに砂を吸い込ませるようになっているので、両方のいいところを取ってるスポンジです。別に他社のスポンジ使ってもいいんですけど、ビューティフルカーズは一番いいスポンジということで、それを自分たちも使ってますし取り扱いをしてます。はい、4つ目、洗車時に水道水を乾かさないということです。水道水を乾かすとなぜいけないかというと、水道水の中にはカルシウムとかマグネシウムといったミネラル分が含まれていて、水が乾いた時にそれが白く塗装面に跡になってしまいます。で、その跡はですね、取れないんですよ。普通の洗車では取れなくなってしまいます。お皿を洗った時に乾かすとお皿にこう白いシミがついて、それが取れなくなってしまったり、あとお風呂の鏡とかにこう取れない、水垢がついちゃいますけど、ああいうのがその水道水の中のミネラル分がついた水じみです。じゃあどうすればいいのかっていうと、方法は2つあってですね、1つ目は、水道水を乾かさないように完璧に拭き取るということです。で、2つ目はミネラル分を含まない純水ですすぐということです。どっちの方法でもいいと思います。ただ水道水を完全に拭き取るとした場合は、最後空拭きまでしなきゃいけないんですけれども、先ほど言ったようにですね、柔らかいマイクラファイバークロスで拭いたとしても、空拭きだと摩擦が大きくなって少し、傷が入りやすくなってしまいます。あとは完全に拭くのは結構時間もかかりますし、あとは隙間に溜まった水が結局出てきちゃうので、その水がまたシミになったりします。なので楽で綺麗なのは純水ですすぐという方法です。純水をどうやって手に入れるかなんですけれども、純水は薬局に行くと精製水などといって売ってますけれども、 500ml ぐらいで100円ぐらいなんですね。で、洗車に使うにはそれ何本も買わなきゃいけないので大変ですよね。通販などでですね、だいたい20リットル入って2000円ぐらいで工業用精製水っていうのが売ってます。そういったものを使って、それを何か、霧吹きのようなものに入れて吹きかけるとか、そこから高圧洗浄機で吸い上げて車にかけるとかいう方法があると思います。もちろん全部純水を使う必要はなくて、最後水道の水で泡をすすいだ後に、その水道の水を純水で流せばいいので、使う量はね、20リットルもあれば1回の洗車は終わります。とはいえ1回の洗車で2000円も使うのってお金かかるじゃないですか。ということで、水道水から純水を作れる装置というものもあります。ビューティフルカーズのオンラインショップでも販売してます。オリジナルのもので洗車に使いやすい形と性能のものを販売しています。
ちなみにその純水器はですね、税込み79,200円と少々高価になっています。中身の交換用のイオン交換樹脂というものは9900円税込みになっています。なので最初本体ちょっと高いんですけれども、次からは9900円の中身を入れ替えていただければ使えます。で、元々の水道水の水質によって作れる水の量って全然違うんですけれども、秋田市ビューティフルカーズがある秋田市の水道水でチェックすると2400リットルぐらい作れます。割り算してみると20リットルで80円ぐらいになりますので、1回の洗車で80円、ランニングコストって意味ですけれども80円ぐらいで純水ですすぐということができるようになります。もしよかったらお使いください。はい、そして最後5つ目ですね。むやみにワックスやコーティング剤を塗らないということです。これはなんでダメかというとですね、その塗ったワックスやコーティング剤が塗り続けることによって塗った時は綺麗でも後からこう劣化してくすみや落ちない汚れの原因になってしまったり、必要以上に水をはじくことによって水滴の跡がついてしまったりするからです。何も塗らないというのも一つの手なんですけれども、何も塗らないと、汚れがちょっとね洗車の時に落としにくくなったりもしますので、何か塗った方がいいですけど、塗るものを間違うと余計車が傷んで汚れてしまうということです。なのでね、いいコーティング剤を選びましょうということなんですけれども、またビューティフルカーズのオンラインショップになっちゃうんですけど、ビューティフルカーズのオンラインショップではイージーグロスコートナノというコーティング剤とイージーグロスコートプラスという2種類のコーティング剤を売ってます。で、僕も本当に一押しはイージーグロスコートナノです。イージーグロスコートプラスはですね、イージーグロスコートナノだけだと物足りないというご意見をいただいて作ったものですので、基本はイージーグロスコートナノです。イージーグロスコートナノというのはですね、もう全くほとんど劣化しないコーティングの成分をですね、さらに化粧品を作るような技術で分子をですねナノレベルまで小さくしたものです。そうすると何が起きたかというとですね、そのナノレベルのコーティングの成分がですね、目に見えないぐらいの水染みの元みたいな、そのさっき言った水が乾いた時のシミの元みたいなものにですね浸透してですね、塗装面まで到達してコーティングしてくれるので、なんかこう水染みの元みたいなのが取れちゃうんですね。あとはその次塗り足す時にも前のコーティング剤にこうそのまたナノ化した成分が入っていくんで、常にコーティングが新しい状態になります。あとはですね、無理に塗装面にコーティングをこう長く残そうという設計になってなくて、1ヶ月ぐらいでこう取れていく設計になってます。なので、塗装面をきれいにしながらコーティングができて、そして古いコーティングが残らない、そしてそのコーティング成分も、劣化酸化しないものでできてます。何が起きるかというとですね、車が常にきれいな状態になります。コーティングするたびにきれいな状態に戻ります。車の水を吹き上げながらコーティング剤が塗れるんですけど、水を吹き上げるとですね、大体の場合クロスが少し黒く汚れたりするじゃないですか、洗車の時って。新車の時からずっとイージーグロスコートナノを使ってる車はですね、水を吹き上げてもクロスが全然汚れないんですよ。そういったようなものをビューティフルカーズのオンラインショップでは扱ってますので、もしよかったらお使いください。はい、というわけでですね、今日5つについて説明してきました。で、なんだよビューティフルカーズのものの宣伝かよと思われる方がいるかもしれませんけれども、もちろんビューティフルカーズじゃないものを使っても車体をゴシゴシ擦らない、車体を硬いもので擦らない、砂がついた状態で擦らない、洗車の時に水道水を乾かさない、むやみにワックスやコーティング剤を塗らないということを守っていただければ、もう車をねずっときれいに保てます。あとはですね、2年ぐらい前から YouTube でこのように洗車の方法をお伝えしていて、あまり自社製品をおすすめはしてなかったんですけれども、この2年間の間に1万人以上のお客様にですね、ビューティフルカーズの商品を使っていただいて、非常に多くのお客様たちからですね、本当にいい商品だし、ビューティフルカーズの商品を使ってから洗車が本当に楽になったし、車が全然汚れないし、
本当に便利だと、もっと広まってほしい、広めてほしいというお声をいただいたので、今回はですね、あえてですね、その5つの解消策としてビューティフルカーズの製品も合わせてご紹介させていただきました。はい、というわけで、今日の動画、洗車でまだ悩んでいるのということなんですけれども、もうね、僕は解消しちゃってるんですよ。僕の車とかね、あとビューティフルカーズのお客様の車は何年経っても綺麗なんです。なので、もう解消方法分かってますよということで、今日お伝えしてきました。ぜひこの5つの方法を守っていただいて、長く綺麗に楽に愛車を美しく保って楽しんでいただければと思います。はい、というわけで、今日の動画面白かった、参考になったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。オンラインショップのご利用もお待ちしてます。とコメント欄、なかなかコメント全部返せない時もあるんですけれども、コメントは全部見させていただいて、今後の動画作りの参考にしてますので、ぜひコメント欄にコメントをお寄せください。はい、じゃあ次の動画も楽しみにしてください。